この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。黒猫魔術店の魔女のみつねこです。今日は黒猫魔術店のこの店内、祭壇からオカルトグッズであるこの枝をご紹介したいと思います。この枝はローワン七かまどという、木の枝になります。で、黒猫魔術店ではこの枝を販売しているんですが、これは魔女さんたちの手によってワンドになる枝になります。ワンドというのはこんな感じですね。これは白樺のワンドですが、ここの部分を削っていただいて、彫刻刀とかですね、小刀で削っていただいてワンドを自分の手で作るというものの材料になっております。で、このローワンは魔術的にはとってもよく使われる木になります。で、このローワンはですね、魔法の木と呼ばれていますね。まさに、魔術の木というか魔女の木というかですね、もう本当にいろんな場面で使われるのがこのローワンという木になります。で、今私が持っているこのここら辺の長さのものがですね、ワンドサイズ35センチのワンドサイズと呼ばれる枝になります。ちょっと見てお分かりの通り、ちょっと太さにはばらつきあるんですけれども、はい、35センチで切り揃えております。自然のものなので、例えばこんな風に曲がっているものもあります。またはまっすぐなものもあります。これはばらつきがありますので、はい。で、こちらはミニワンドサイズになります。3本で1セットで入ってくるサイズになります。こちらは25センチですね、25センチのタイプになります。これも今は全部まっすぐな感じですけど、曲がってるのももちろんあります。はい、こんな感じで販売しているローワンなんですけども、ローワンは魔法の木と呼ばれるくらい使い方にかなりたくさんの古い歴史があります。その前に、ローワンってどんな木なのかっていうところをご説明すると、まずはバラ科です。バラ科七かまど族の落葉する、木になります。で、割とその街路樹ですとか、あとは庭木として七かまどを植えているところが多いと思います。七かまどの特徴としては葉っぱだと思います。葉っぱは奇数羽状複葉と言いまして、なんかこう羽が広がるかのような形で葉っぱがついているものになりますね。で、五星でノコギリ葉を持つ、縁はノコギリ葉です。で、赤い実をつけるというのも特徴になります。実は9月から10月ですね、梨状花と呼ばれる赤い1センチほどの球形の実をつけます。この実が食べることもできるんですけど、星型のマーク、ヘタのところにですね、星型のマークができることから、五芒星、魔術では五芒星とか、あとは魔女、この五芒星のマークですね、こちらペンタクルのこのマークがヘタのところに現れることから、とっても神聖視された七かまどの木になりました。花は白い花ですね。5月から7月に咲きます。はい、そんな感じですかね。冬でもこの実はソルビン酸が含まれるため、冬でも凍らずに腐れずにそのままつけているところからも、なんか冬なのにとっても生命力があるねってこう昔の人は思ったみたいですね。特別な木だと思われていました。はい、で、
ヨーロッパにあるのがヨーロピアンローワンなんですけど、つまり西洋七かまどなんですが、七かまど自体にはたくさんの七かまどの種類があって、これは日本で採れているものなのでジャパニーズローワン、日本七かまどかな、になると思います。はい、で西洋七かまどを日本で育てようと思ってもなかなか環境が全く違いますので難しいと思います。まず夏の湿度が敵になると思います。なので多分日本ではおそらくジャパニーズローワンしか手に入らないんじゃないかなっていうところをちょっと付け足させてください。で、ローワンに関する神話は、インボルクのサバト、2月2日に行われるイモルグですね。サバトでは女神、火の女神ブリジットという方がいらっしゃいます。ケルトの女神様ですね。この方に捧げられた枝がローワンだと言われています。ローワンの実は神の食べ物とされていました。なので、先祖に敬意と名誉を与えた時にしか口にしてはならないと言われていたようです。北欧神話のトールがローワンに助けられたことから幸運の木として愛されていたようです。もう一つ、北欧神話ではルー文字が刻まれた棒、占い棒ですね、はローワンの棒だったそうです。でドルイドたちは儀式場を囲むようにしてローワンの木を植えたそうですね。ローワンの煙は霊を呼び出すと言われていたそうです。なので古くからかなり神話としてもですね残っているというのが特徴になります。ローワンの魔術的能力だと魔除けとか魔法の強化に使われることが多いですね。ローワンのこの枝もそうなんですけど実の方もよく、お香とかねによく使われます。あ、お香で思い出したんですけどこの枝を削った時の削りカスも、お香にすることができるのでぜひ捨てずに取っておいた方がいいかもしれないですね。でそのお香に関してはお香に関しては幸運が訪れるということですね。はい、なので幸運が欲しいなって思った時に炊くといいかもしれないです。であとはローワンの枝、もっと短いものでもいいんですけれどもスコットランドでは魔術的に使用されていたのはお守りとしてこの枝を持ち歩いていたとのことですね。はい、で、ウィッチウッドというふうに呼ばれていました。直感力を高めたり、幸運のために使われたとのことですね。であとは望んでないものを生活の中から追放する魔術にもよく使われたそうです。そのためにワンドを一振りしたりとか、あとはそのさっき言ったこの削ったカスをお香にするとかでこうインセンスマジックをやったとのことですね。はい、でオガムではルイスですね、魔法からの守護、感覚のコントロールという意味があります。であとはハーブ学的な要素ですね。属性は火属性になります。なんかこう7回かまどに入れても大丈夫、燃えないみたいな、本当は燃えるんですけど、ところからなんか火の女神とこうねブリジットとも、関連付けられていることから火属性だということですね。で守護惑星も火星、そして月もあるそうです。女神なので月で、陰陽だと妖精になっております。木の暦だと第2の月、つまり現在の暦の12月を表します。守護樹木としては1月21日から2月17日生まれ、そして4月1日から10日生まれ、10月4日から
13日生まれの皆様がローワンの守護樹木を持つそうです。はい、その方、その時の出生された方はですね、ローワンと相性がよろしいかもしれないので、ぜひ1本お持ちになるといいかもしれません。ということで、今回は黒猫魔術店の魔女みつ猫がこのローワンの樹木についてご紹介いたしました。もし気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひローワンでワンドを作ってみてはいかがでしょうか。黙々とワンドを作る作業というのもとても集中できていいと思います。ぜひ作ってみてください。はい、このチャンネルがもし面白いなと感じた方はぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンどうぞよろしくお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。魔女みつ猫でした。バイバーイ。